少し事情があって開始時間が遅れたんだ。もう少ししたら向かうよ。いや、もともとは来る予定じゃなかったよ。ただ友人に誘われてね、なかなか断れなかったんだ。とても楽しめているよ。僕の想像を上回るほどにね。むしろ友人の誘いを断らなくてよかったと思っているくらいだよ。そうじゃないとあなたとも出会うことができなかったからね。おや、また会ったね。まだだよ。数人の発表が終わって今は休憩時間なんだ。そう、彼らはなんて？それほど大げさなものではないよ。僕はただスカディ島の伝説が移りゆく過程と神秘学自体の発展とを対比してみただけだ。今回の学会は一般の方でも参加できるから、聞きたければいつでもおいで。僕の講義である限り一番いい席はいつでもあなたのために開けておくから。あなたからのインタビューならいつでも喜んで引き受けるよ。それで何が聞きたいのかな？もちろんあるよ。そしてそれは僕の人生においてとても印象深い思い出になるだろうね。もちろん、もともとあなたと関係があることだから。僕の発表を聞いている時のあなたのその目だよ。その目に宿る眩しい光が僕が一生忘れられないであろう光景だったんだ。いや、学会は無事終わったよ。ただ別件で友人からちょっとしたアドバイスをもらってね。それを採用すべきかどうか迷っているんだ。僕の願いを叶えるためのアドバイスだよ。確かに一理あるね。それじゃ早速実践させてもらうけど、もしよろしければ残りの時間僕と一緒に旅をしてくれないかな。ええ、それは火山の噴火によるものだよ。
高温のマグマが海水に接触すると温度が急激に下がって小さな溶岩ができるんだ。そしてその時にできた溶岩の粒がここにある黒い砂の正体だね。そうだね。それならこんな風に美しい景色を僕と一緒にもっと探しに行こうか。あなただったのか。こんな時間に会えるなんて奇遇だね。そうだよ。あなたもそうなのかい？この夕日が気に入ったのなら、明日も散歩に来ようか。もちろん夕日だけじゃなく、日の出や潮の満ち引き、それから空に漂う雲まで、ありとあらゆる美しい景色を一緒に楽しみに行こう。おや、また会ったね。あなたも滝を見に来たのかい？なるほど。滝の水が強風で下から上へと吹き上げられる現象のことだね。唐突なお願いですまないけど、目を閉じて10秒間だけ待ってもらえないかな。あなたにちょっとしたサプライズを送りたいんだ。ロマンチック。それではあなたは例の噂を知らないんだね。ええ、噂によるとあの花束はとある男性が亡くなった奥方のために用意したものらしいよ。奥方が存命の頃は彼女の大切さに気づかず、亡くなった後に自分の愚かさを悔やんでいた。だから彼は奥方への自分の思いと後悔を伝えるために、毎日そこにバラを備えるようにと現地の人に頼んだんだ。いや、僕はただこのやり方には賛同できないだけだよ。僕は失ったことを悔やむより今目の前にあるものを大事にすべきだと思うから、その方がよほど意味があることだと思わないかい？この町は溶岩の上に作られた上、巨大な岩に囲まれ頑丈で神秘的、伝説に登場する精霊の始まりの地と似ているんだ。だから人々はここを精霊の町と呼ぶようになった。スカディ島はもともと精霊の文化が盛んな場所だから、こういった伝説が多いんだ。その通り。気になるのかい？喜んで。時間はまだたっぷりあるから。
ゆっくり教えてあげよう。それは精霊の町だけに伝わる伝説だね。7種類の感情を表す精霊の祝福を集めることができれば、いかなる病も治せるという新薬を手に入れることができるんだ。存在するかもしれないし、存在しないかもしれない。でも僕個人の考えとしては、薬を手に入れるより人々に美しい希望を与えることこそが、この伝説の進化だと思っているよ。その希望によって人々は行動し、そしてその行動によって唯一無二の思い出を手にすることができる。そういうものは、新薬なんかよりもよほど価値があるかもしれない。思い立ったが吉日と言うだろ。それなら今から行動してみないかい？乗り心地はどう？楽しんでもらえているならよかった。ではあなたの評価は？あなたは僕のパフォーマンスに高得点を出してくれるのかな？楽しんでもらえているならよかったよ。退屈していないか少し心配していたからね。僕もだ。他愛のない時間をあなたと過ごせてとても光栄だよ。どうかしたのかい？気にしないで。教会に行けないのなら他の場所を回ればいい。それにあなたと一緒ならどこへ行っても忘れがたい旅になるに違いないからね。気にしないで。今回は僕にとってもなかなか珍しい経験になったから。そうだね。僕たちにはまだたくさん時間があるから、また参加しに来よう。